とということで本日は「イケイケバカ女我が道を行け」完成披露記者会見、今日は取材の方向けということで、ちょっとソーシャルディスタンスの状態で、いやー、コメディは本当に奥が深くて、難しかったですね、でもあの監督がすごくパワフルなあの方なので、本当に熱量と気合と <laughs>、それを意識しながら、頑張って日々、精一杯演じて。 ものすごくニコルちゃんもなんですけどあの変顔をしてるんですねで多分女優さんはあんまり変顔っていうのをスクリーンの中でしたがらないだろうなって思うしあとほとんどノーメイクってかもうノーメイクとすごくすあしっかりメイクっていうのも映画の中であの初めての経験こ,うこんなにあからさまに女子が隠したいだろうなっていうことを全面的に出したっていうのは やっぱり初めてだし新しいい発見だったのかなと思います、はい、私の役の節子にすごく親近感を覚えましたねなんかやってる職業も <laughs> あの一緒なのでなんかオンオフが激しいのはそうですけどなんか変顔っていうか変顔ではないんですよね。 変にしようと思って変にした顔じゃなくてすごく真面目にうわーっていう顔が本当に変顔になってるっていうのを撮影し終わった後はちょっとだけ悩みながら帰りました <laughs> 大丈夫かなこれどうこれを大画面で大丈夫かなってすごく心配になりながら帰ったのを覚えてます友達にいたら嫌だなとは思いましたその多分その彼氏ができちゃうとすぐそっちに行っちゃうんで えですか、ちょっとこうなんか友達にいたら寂しいなと思っちゃうけど、なんかそれぐらい自分の感性に従ってなんか好きな人に遊び行って別れたら戻ってみたいなのはなんかそのエミの可愛い一面だなと思いました。うん、ご自分が何かあここは私エミっぽいなっていうのはありましたか。エミっぽいなっていうのはでも思ったことをすぐ口に出したりこう優子に なんかアドバイスなのか何なのかみたいなことを言うんですけどそういうところは結構似てるなと思いましたもうすぐ言っちゃうみたいな感じが似てます、ね、言いますね <laughs> 言いますっていうかあのえ変な意味じゃなくて撮影中とかでも分かんないところはもう分かんないって堂々と言う本当にかっこいい女優さんだなって私も思ったし<え>っあのすっごいもう心がオープンなんですね。 それはもう最初からそうでしたリハーサルの時から何の壁もなくてだからあのやりやすいって言ったらおかしいですけどすごいそういうなんか武器を持ってる女優さんだなっていう印象すごいあったのであの楽しかったです2人のシーンを演じてるときをすごい突っ込んでくるし嬉しいですお特急ぜひ書いてください <laughs>